おはようございます。ソッカー塾の久保ですえ。今日はですね、テレビメディアとインターネットメディアの面白い、ね、特徴を皆さんにお伝えしていこうかなと思います。最近ですね、マスクがあちこっちのドラッグストアやコンビニとかで売り切れ、もしくは高値で販売されていて、なかなか不自由されている方がいるんじゃないかなと思います。テレビを見ていると、テレビの特徴がよくわかります。マスクがない。あっちこっちで生産をしてるんだけど、間に合わないと。とここにもない。あそこにもないっていうふうにテレビでは報じてるんですよね。 でもインターネットを開くとここにはありますよここにはこういう風にありますよここには入荷しましたよっていう風にマスク1つを取ってもテレビではないというインターネットではここにあるって言ってくれるんですよ、まあ、ですのでネットを使っている人とテレビしか情報源がない人と明らかに差が出てきますよね、まあ、こういう風に私は感じるんですけどもそれからですねマスク高値で売ってる人がいると転売ヤーはけしからんと安く仕入れて高く売るまあ商売の基本なんで別にいいんですけども ただねインターネットで高く売るのはなんかこのメルカリとかねそれからヤフオクとかで売るのがけしからんという風潮はありますけどもうんまあでもねこの転売する方もかなりリスクを取ってるんですよね例えばヤフーでは高値で売っているアカウントが削除されたりしてるんですよでメルカリでもあまりにも高い金額のものは、まあ、出品を取り下げられたりしてますよねそしてですねね実はねある 転売屋さんが、まあ、私も転売をずっとしてましたんでね転売屋さんが私のところに持ちかけてくる話がありますそれはですね久保さんマスクが余りそうなんですいませんけども安く譲るんで買ってくれませんかそして久保さんも売ったら儲かりますよって言うんですよということでマスクの転売も値崩れが始まってるということなんですよねそうなんですよインターネットでいくら高値で売ってるって言っても高値のうちの一番安いところに 人は購買が集中すするんですよねそうすると高く出してる人ってのは結局値段を下げるしかなくなってくるんですよ値段を下げると他の人も値段並んじゃうんでまた誰かが下げるんですよねということで1週間も経たらないうちにこのマスク値下がりしてるんですよねもう今値下がりしてるんですよですんでうん確かにこの1週間10日ばかりですねマスクがなくて不自由された方多いでしょうけどもまあ何らかの形で乗り切れば結局はこうやってね 家庭のキッチンペーパーでマスクが作れますよとかさっきみたいにインターネットでここだったらあの高くなく買えますよって方がやっぱりいっぱい出てくるんで結局、このね高値でマスクを売るっていうのは続かなくなるってことなんですよ、まあ、ですんで、まあ、私たちは、ね、あんまり慌てることなく、狼狽することなくテレビを見すぎてねマスクは本当になくなるんじゃないだろうかマスクがないとはやばいんじゃないだろうかって思わずに、まあ、すぐ落ち着くさという感じとあとはですねやっぱ普段からマスクなんて安いですからちょっとね 家に置いいいいいとととくっていうことがあっててうこがあもいいのかなと思いますペットボトルの水2リットルこれをね、まあ、3ケースほど置いとくとかそれから非常食をちょっと置いとくとかね救急箱の中にマスクをワンセット置いとくとかっていうことができるのかなと思います考えてみれば投資ってのは誰もが見向きもしないようなあそういうふうなね商品なり、えー、案件に最初に飛びついておいてそしてそこにブームが来た時に利益を売って、えー、売り抜けるという形が投資ですからね まあ、転売っていうのもマスクが足りないらしいぞっていうふうに気づいて転売屋さんが動き出したんじゃまあもう遅いってことですよね転売屋さんならもともと持ってるものを必要に応じて出していくという形ですよねえそして今日の放送でねすごく面白い特徴を見つけました田舎の販売店さんっていうのは例えば卵をスーパーだったら198円で売ってるものが田舎のスーパーってね普段から25%とかでちょっと高めに売ってるんですよここういういところにはマスクも もともと高値で売ってる分こういう時でもその値段で出てるんで特にね、えー、高くなく買えるとしかも結構在庫が残ってるみたいなんですよね、えー、マスクにそれから消毒液ですかこういうものは田舎のね本当に過疎地みたいなね山間部の八百屋と一緒にやってるような販売店には結構あったりするんですよね私も何,何度かね見かけたんですよねこの何,何日かであここにあるじゃんあそこにあるじゃんみたいな感じですよねなんか道の駅にあったりしましたね まあそう考えると、やっぱ私たちは、うーん、まあ、どこに情報を求めるのかによって、全然受けるか印象は違うのかなというふうに感じちゃいましたね。まあ以上、隠居してる世間知らずの私がお届けしました。隠居してるとね、世の中のことが全く分からなくなりますので、ね、皆さんとの考えが違うところが結構あると思いますけども、そこはご容赦ください。それでは、失礼します。